はい、皆さんのお時代に夢中だと思いますが始めていきます。第118回競歩ゼロゲーム交戦スタートします。はい、ありがとうございます。はい、それではスタートボタンを押して始めてください。登録はもう OK。 はい、118回ゼロゲーム交戦スタートしました。今日はクリスマスイーブです。にもかかわらず皆さんありがとうございます。多数のねご参加を。はい、はい、小津さんも来てますね。はい、というわけで、先方は、ワンピ側がみかんさん、なんと愛媛の方から来てくださったプレイヤーでございます。お土産もたくさんいただきました。はい、皆さん食べてください。で、スーピー側はなんとなぎへ、なぎへさんは今日は なぜか13の紅白戦だと勘違いしてエントリーやっているのは 02M さあ、で、ワンピガーみかんさんは栄養値配置でございます。で、先方戦は K ダッシュ対ラモン。まあ、投げさんもだいぶ 02M はやってないと思うんですが、まあ、ラモンというキャラの特性を生かして勢いに乗っていく。先方戦は投げへのラモン取っていく。続いてみかんさんのクーラーBB からプレスヒット。さあ、やはり守りの薄いラモンはなかなか自分のペースを保てないと非常に苦しいキャラ。ゲージを貯めて斜め下しパス当たり。さあ、NC ヒットしてラモンの体力は残り少ない。ここでゲージを貯める作業に入る。さあ、これ画面端めくりをしっかりガーキャンして画面端投げて、おっと、これ足払いからキャン、中段からスパキャン。これはまだ死なない。もう一回中段。さあ、上下にというか中下で揺さぶっていく。投げ平に立て、ミカさんの大将のネームレス。ここはゲージも少ないのでなかなか難しいところ。まあ、エレフェンシュ。ここで出てくるのは両差がなかなか珍しいキャラですね。もはやもう 02M では。おっと、暴発してしまうが当たってしまう。ジャンプ D からしゃがみ B、 しっかりガードを固めて前へ。さあ、投げさんもゲージがないのでこのままネームレスが押し切ってしまうとまた状況は一変すると思うんですが、ジャンプ飛ばしが強い。ここは小砲打ってしゃがみ A。おっと、歩いて中段前転から投げ。さあ、かなり混戦模様ですが BB から前に行けない。うわー、潰す。そのまま原始プ逆。あ、ちょっと待ってください。とりあえず勝ったのは投げ。他は栄養中の人はいないですよね、多分ね。あ、あ、あ、はい。では続いて2番手ワンピが座るのはオズ。早い、なんか時間がないらしく早めに出て無双がしたいということなんでしょうか。まあ、本当に時間ないみたいですね。ということにしておきましょう。で、先方戦はクーラ対、ラモン。ラモンいなさすぎて名前が出てこないんだけど、ジャンプ飛ばしから一気に画面端。さあ、おじさんもちょっといつもとキャラが変わってクーラーをチョイスしている。クーラーなかなか珍しいですね、おじさんが使うのは。さあ、中段、いやー、バックして勝利をここはよく見ている。さあ、なぎへいさんが打つ手がちょっとない。中段なかなか懐に入っていけない。最後は足払い。さあ、中段もらいすぎてやはり中段警戒して足払いもらってしまう。続いて両差が、ここから巻き返しを図りたいなぎへいですが状況が苦しい。ジャンプ飛ばし当てて、さあ、両に対して MB が、まあ、ほぼ有効ですけど、全キャラに対して両には、特に有効ですね。さあ、ここは一確認バイスまでしっかり決めて
おっと前へなめやがってと、おじさんも勝利打っていく。これはさすがに苦しい状況。ガーキャンにも釣られずに最後も冷たくエンビさあ投げ大将出ているのは裏ロバ、ここは早めに仕留める。オズノリン、さあ開幕バックステで、おっとうまい、ここは発動。さあしかしやはりやってないブランクもあり、しかしうまくフォロー、これは本気のコンボ。さあ一気にリンの体力を奪って残り1割程度避けて、ここはゲージ温存打開スーリャー。あいいよこのキャラ強すぎるとおじさんも嘆く。しかしそれあメリークリスマスという掛け声とともに前世を打つおず、なんだなんだこれは、流れは完全に、しかしここはうまくというか切り返していく。さあかなり緊迫状態。さあおじさんのゲージがたまる、前しっかりガードして、これは投げさん苦しい。あーくずりゅう漏れる、さすがにそれはなんか言い合ってますが、勝ったのはオズ。なおき、ジャムコナルトというメンツですが、どうしましょう。まだ決まってないです。はい、じゃあ、はい、空気を読んでジャムコさんが入ってくれる。さあまずクーラのカラー争奪戦はオズが勝利。先方戦は相打ちからリアルカウンターで避ける、前転はとがめきれない。ここは投げで切り返して強ブレス、弱ブレス、強レイスピンから、さあ一連の連携、ゲージのないうちはかなり逃げるのはしんどいが、ここはうまく切り返していくジャムコ。当てみレイスピン見てから余裕でした。しかしオズが冷たい判断、うまい、おっとこれはうまい、体力的には逆転。さあここはオズの体力は残りわずか、ここは投げ、老害のこすりは早い。ここで同キャラ、さあゲージがないので画面端に、あまた打つ、メリークリスマスという掛け声とともに、はい、メリークリスマスはパナシパナシのことなの、なんかよくわかんないけど。さあジャムコのゲージがゼロ、おっと前転が噛み合って、ここはしっかり、さあオズ側もゲージがそこまで多くない、しゃがみし冷たい、判定自体がすごい強いですよね、発生は遅いですけどね。さあ必死に手を伸ばしていくが、ジャムコの冷たいジャンプが噛み合っていく。さあしゃがみし、おっとこれはオズが相当苦しそうふざけこの女とか叫んでんだけど。さあおっさんが今んところダメージ取ってる部分は空対空のみ、このままリンが破れてしまうか、ここはお仕置き、メリークリスマス刺さる。
さあフェニッシュともに1ゲージ奪う。これはでかい。で対象のネームレス。さあここはお互い難しいところ。NC、 ネームスの NC はガードさせるだけでゲージがかなりたまるので結構おいしいですね。さあジャンプチェーン乗っかっていく。ジャックバイツ、おっとこれは間に合わない。使っていく。ダメージ重視。さあ、あーこれは削る。さあジャムコさんの動きに翻弄されているか。ネームレス対、パオ大将戦使いまくって、あー来たねアラビ。最後もメリークリスマス打ち上げて終了。勝ったのはジャムコ。で、ワンピーが忘れるのは最弱さん。結構知ってるんですけど、最弱とかいう名前をつける人は大抵強いんですよね。俺は知ってますよ。で、先鋒戦はフォクシー対パオ。さあここはまだお互い体力大きな変化はないまま画面端に追い詰めているのはパオ。ここは目の前で止まってしまうが音画面はなし。さあジャムコさんは落ち着いて砲台モード。どっかできっかけを作りたいのは最弱さんの方か。吹っ飛ばしを巻いて引っかかれ引っかかれと牽制していくが、しゃがめ C 斜め下 D、 うまい。ここは無敵で抜けていく。残り20秒切って置き攻めは本気を出すジャムコ。さあここは最弱さんちょっと苦しいが、じゃあ最後は空対空ジャンプ飛ばし。最弱戦の2番手がケラッシュ。開幕ワンイチが漏れてしまうが吐き消して、さあここは飛び込み、うまい。ジャンプ飛ばしまでしっかり蹴り入れる。おそらく1ゲージしかないのでヒートドライブは温存したという形でしょうか。さあいい判断ですが、おっと、あこれは食らってしまうが危ない。ボールが抜けてくる。しゃがみしいからジャンプ飛ばし、ここは打っていく。ジャンプ D からさあお互い何かを仕込んでいるが、あーここはさすがに使っていく。2ゲージコンボでこのダメージ。さあ勢いに乗ってジャムコは2立て。大将のネームレス、先ほどもあった組み合わせ、先ほどはなんかかなり変な花火が打ち上がってましたが、今回は前転で避けてジャム飛ばし、ここは使っていく。できるだけダメージを奪っていく作戦ジャムコ。 NC から、さあ決してもう無理はしない。ジャンプ飛ばして返されて前へ。さあ前転で逃がしてしまうものの、これはネームレス側がこのまま終わりそうな流れ。走って投げ、ネームレスサイクラ。ここはまあ最弱さん側は温存というよりはもうそうも言ってられないですね。ゲージフルに使ってでもこのクーラーを仕留めなければいけない。ジャンペしっかりガードしてジャックバイス。さあこれは最弱さん苦しい。上から乗っかっていく。しゃがみし迎撃していく。これはさすがに苦しい。最後はジャンプ飛ばしてフィニッシュ。勝ったのはジャムコ。さあここでいくのはナツ対スピージャムコ。さあバーサスはかなり珍しい女性プレイヤー対決ですね。ジャムコさんは先ほどと変わらずナツが有利。ハイジェルンキング
開幕ミラージュからスタートして、さあ NC にはしゃがみし、さあこれはちょっと高いか、メロム当てて跳ね返していく、後転では避けきれない玉の打ち合い、さあ隙間があればやはりコマ投げと、前転からミラージュ、もう一回やるか、前転ね、逃げられるが音がめがなくしゃがみし、もう一回、あ1試合で4発ぐらい入ってましたね。続いてキング、キング対、クーラー、 NC からさあジャムコさんはまだ落ち着いている、スライディングで避けて画面端、さあ前転で逃げきれない、ここはやはり冷たい、跳ね返して NB の牽制能力が非常に高いので、なかなか画面端から抜けられないですね。さあしかしじりじり体力を削り合って、さあ若干リードしているのはジャムコだが、おっとこれいいのが入る、強キックダブルストライク、あれが確か必殺技の中で一番減るんだったかな。さあじりじりした展開で残り10秒、さあ NB に NC、あキングが一気に似たせして大将のマリーと足払いと吹っ飛ばしが、お互いの攻撃がスカルベノム打って、さあお互いちょっと攻めあぐねてる感じですかね。うまい、ここは避けて NC が対空になる。さあ体力は十分に残したので、まだわからないか、出てくるのはハイデルン、さあジャンプ飛ばしてかぶっていく、さあハイデルンの画面端も非常に強力、ここは前転からワンコンボ、おっとワンワン、もう一発入る、これはでかい、ここはたまらずガーキャンと詐欺飛びになっているが、ちょっと反撃ができない、走ってこれは飛んでしまっていたが、走って強パンジャンプリート、流れるように攻撃を当ててジャムコが逆に立て、さあこれで状況はほぼ五分か、ああジャパンも見えて逃げ台を剣刺さる、前ヒット、さあここはちょっとお互い前に出づらい状況か、さあジャパンする、さあ徐々にゲージ差が開いてくる、投げてここはビンタ、はい、おっとここは打っていく、ここで体力がほぼ5分、20秒切って、エンディ、ああこれフィンタ、さあゲージ的にはジャムコ有利だが体力は若干夏有利、さあ上前ヒット、あー残り時間が切れる、最後ジャンプリー、かなり緊迫した試合、勝ったのは夏、ムエタイ仮面さん、はい、ムエタイ仮面さん、どうもコエリークリスマス、ジャムコです。ジャムコさん来たよ、みんなコメント書いとけ、タグも書いとけコエリークリスマス、ムエタイ仮面さん、酒飲んでフォアジャイになっちゃうんですかね、 あれですか、あれです、最強のあれですか、まあ、ジャムコさんも今日はオズさん倒しちゃうという、そうですね、あの、オズさんがメリークリスマス、メリークリスマスうざかったんで、ちょっといいプレゼントもらったと切れちまいましたね、ちょっと切れちまったと、あ、ムエタイ仮面さん、さすがムエタイ、お嬢は外しませんね、ここは
行きましょう。さあ初手のキング対決ですね。青色い方が無敵仮面さんで、普通じゃからの方がだったんです。変身当て変身当てて、変身のスライディングの合戦になってる。変身の当てて、ホットミラージュバットに噛み合わずに用意していきたいコンボワンコンボ食らってしまって、これ倒れる夏さん。名前を書いてる間に1ラウンド終わっちゃいましたね。いや結構激しかったです。結構激しかった。で、そう出てくる次がハイデルンですね。ハイデルン対キングってどうなんですかね。これクロスカッタースライディングで抜けれるんじゃないかぐらいしか分からなく、あのクロスカッターダブルストライクで消せ、でもその後いいことないぞみたいな、それしかなくて。結構でもあのハイデルンがボイスとかで結構あのエンジンが作れそうなイメージですけど、あ確かに。ただ通常ボイスとかが目立つ敵なんで、そこがおっとここはエンジンを使っていかないですね。マツさん手堅い節約家ですね。で後ろから、ああもう出ないと聞こえつつちゃっかり倒す夏さんはやっぱり、ド S ってことですね。これはまたね、あ最初出てきたのがユリですね。明太仮面さん、明太仮面さんと明太仮面さんってなんか似てますか。あ確かに、しかも明太仮面さん、どうしたの？ディースラが反射ヒット。お兄ちゃん渡さないよって言わんばかりですね。そうですね。でも発動したキックに対してどう立ち回っていくのか。ここで共同発動しっかりとコンボで決めていく。決まってしまう。お互いに合わせ、おーっとここで飛び込んだところを少女さん動く。おーこれは反走で、夏さんがお疲れ様でしたと